皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲーム、ブレイブルーオルタナティブダークウォーの新イベント、追憶のディスカバーコールが登場ということで、新キャラクターのラケル・アルカード、そして S エンプリオストレージ、この2キャラについて個人的なんですけれども、強いのかどうかというところをね、性能解説をした後にガチャを10連引こうと思いますので、よろしくお願いいたします。なんといっても今引き直し確定 SS ガチャが来てますので、このキャラクターは前回の動画で狙った方がいい SS キャラというものを挙げてますので、概要欄から見ていただけたらと思います。個人的にはもちろんジン、ノエルを推してます。そして手動でやる場合はレイチェル・アルカードを押してますので、ぜひとも詳細は見ていただけたらと思います。ということで早速なんですが、追憶のディスカバーコール、この2体について説明をしていきたいと思います。ではまず S からいこうと思います。まあ S なんですけれども、エンプリオストレージということで、セントラルフィクションのキャラクターになります。属性は光ということなんですけれども、アタック1341ということで、アタックがめちゃくちゃ高いキャラクターになっています。それこそ先ほど紹介したジン・キサラギ、そしてノエル・バーメリオよりも破格のアタックを誇っているというのが今回めちゃくちゃ強い点になります。その代わりディフェンス338ということで打たれ弱いです。ただジンとかと違ってポジションが後衛というところがかなり特徴的になります。後衛キャラクターですので、前衛に置くと進化が発揮できないというところに注意が必要となります。では追加効果というところで、モルドレッド、そしてパロミデスってあるんですが、こちらのモルドレッド、パロミデスについては、実際の S の必殺技コマンドにある技になります。まあね、このゲームなんですけれども、実際の動き、そして必殺技のコマンドじゃないや、必殺技の動き、モーションですよね。そういったところを踏襲しているのはかなり遊んでて面白いなと思うところになります。まあ、回避を付与するということなので、回避が強くなるというところが特徴になります。まあ、後衛なので、そう簡単にダメージを受けることはないんですけれども、追い込まれた時とかには必要になります。ヒートゲージ15獲得ということで、ヒートゲージが高まるのはかなりいいのかなと思っています。そして、アルトリウスなんですけれども、まあ、アストラルヒートということで、こちら原作でもアストラルヒート同様なものになってます。SS プラスで解放されます。そして、ライオネル。こちらのライオネルなんですけれども、このライオネルという技自体は実はないんですよね。このスキルというのはこのゲームオリジナルになります。まあ、アタック 24% アップ、2ターンを付与するということですので、24% アップって実は結構でかい数字なんですよね。なので、後衛タイプの中でもズバ抜けた攻撃力を持つということで、かなり強い部類に入るんじゃないのかなと思います。また、レアリティ SS++ まで行った場合は、パーシバルつっても遠征じゃないですよ。HP35% 回復、なおかつ回避が付与するということですので、回復もできる超アタッカーということで、 S はかなり強いです。ぜひとも今回のガチャゲットした方がいいキャラクターというふうに私は認識しています。そして各特性なんですけれども、 D コマンド威力アップのファリアン、コンスタンティン、ヒートゲージ獲得量 20% アップ、そしてヘディビアディフェンス 10% アップなどなどの効果を持っています。スキル自体もかなり獲得量アップしたりとか、まあ、D コマンドアップはノエルとかと同じなんですけれども、全体的に使えるスキルが多くなっていますので、 S はぜひとも引いた方がいいと思います。一押しです。ではこちらラケル・アルカードについて次説明しようと思います。ラケル・アルカードなんですけれども、こちらはブレイブルーのブラッドイッチエクスペリエンスに登場するキャラクターになります。ということで、このゲームオリジナルではないというところが注意が必要です。まあ、アルカードと書いてある通り、まあ、レイチェル・アルカード、アルカード家という風な感じなんですけれども、まあ、もちろんレイチェルに姿、形は結構似ているところがありますよね。まあ、ヴァンパイアの少女ですね、こちらも。
クラビスの娘になります。性能なんですが風属性の光栄タイプになります。戦闘力自体は低め、 HP のディフェンスもアタックも全体的に先ほど紹介した S よりもかなり低いのがお分かりでしょうか。ステータ自体はめちゃくちゃ低いです。その代わりなんですけれども、単体攻撃グレープブレイク 15% アップを3ターン付与、3ターンになるんですよね。3ターン付与なので S は 24% で2ターンだけですが、そこで差別化ができます。そしてこの特徴的なのがこのローレルビット、ローレルビートですね。こちらが味方全体再生 10%、 再生がつくというところがかなり特徴的になります。再生キャラクターってなかなかいませんので、まあ、光栄としてダケルを再生能力を使うというところになればかなり有用なキャラクターになります。まあ、自身の光栄キャラクターが再生を使わなくてもストーリーがガン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 進められるぐらいの圧倒的な火力がある場合はラケルはそこまでまだ必要ないのかなと思うんですけれども、今後敵の難易度が上がるにつれてこういったヒーラータイプっていうのはかなり必要になってくるんじゃないのかなと思います。アストラルヒートマグノリアダンスはアタック 30% アップ、まあ元々のアタックが低いので 30% アップしても火力自体はそこまで高くないというところがちょっと注意が必要でしょうか。ただこのスキルフルムーンガストヒートゲージ 50% 獲得量アップ、これがかなり強いですよね。まあ、3ターン付与ということでターン数も結構長いですし、この3ターンでヒートゲージを上げていってアストラルまでつなげるというところが王道でしょうかと思います。そしてラルゴシール、自分の HP 回復プラス味方の回復ということで、まあ、ヒーラーとしての進化が発揮されるのはレアリティ SS++ までに上げてからというところになるのが注意が必要です。ラケルの強さはあくまで進化込みというところを覚えておいた方がいいかなと思います。そしてそれぞれの特性なんですが、まあ、自身の再生 5% アップ、バイオレットセレナーレ、ガーデニアワールズ、このガーデニアワールズは一見味方全体アタック 5% いいなと思うんですが、風属性というところが注意が必要で属性固定が必要なので、そこのところを踏まえた上での強さになると思います。あとはまあ前方隣に味方がいる場合ということで、まあ、回復スキルの回復量がアップというところ、これは必ず発動させた方がいいと思うので隣に味方を配置した方がいいと思います。大体こんな感じでしょうか。まあ、ラケルと S どっちを引くのということなんですが、おすすめなのは S です。まあ、今後ストーリーがバンバン難しくなってくるとラケルも必須になってくるんじゃないのかなと思いますが、今のところ私は S がいいかなと思います。まあ、ちなみにいろいろバレットとか使ったって言ったんですけども、 S も持ちキャラの一体でした。ということで以上になります。最後に10連を引いて終わろうと思います。いきます。頼むよ。お、やったね。あなたが来るのをこの待ちにしておりました。金文字だね。ってことは引いたか。金だよ。通常もしかして金カットインじゃなかった。通常カットインなのである。医者見習い。お、カジュンファイコット。あらら、ここはどこですの。どこですの。来た。だよね。うわ、そっちか。グリモアの方。嘘でしょ。闇鍋ガチャの怖いとこですよね。これが引いたかなと思うと引けない。これが怖いとこなんですよね。帝の面影、アハト、アハトアハト、アハト、アハト、アハトかな。戦車じゃん。トリニティグラスフィール。あ、初めてなんだ。召喚魔法でしょうか。はじめまして、トリニティグラスフィールと申します。トリニティって聞くとやっぱあのキャラ思い出しますよね。プラチナね。おお、あ、え、ここの絵じゃないの。セクター7。あ、そっかキャラじゃないんだ。ここの絵来たと思ったらごめん、キャラじゃなかったわ。
はい、ということで今回は S とラケラルカードの性能についてどちらを引いた方がいいのかというところを説明させていただきました。いかがでしたでしょうか。今後もこのブレイブルー、オルタナティブウォー、ダークウォー、BBW、BBDW やっていこうと思いますので、よければまた見てください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。まったねー。